んにちは。ロックシンガーソングライター音楽プロデューサーのよしけんです。今日はね、このストラト、俺が今メインで使ってるストラトなんですけれども、このストラトにまつわるお話です。俺の先輩でね、S 君っていう人がいるんですけども、めっちゃヤンキーだった先輩なんですけど、今日はヤンキー先輩と俺のストラトキャスターという、タイトルでいきたいと思います。はい、というわけでこのストラトはね、ブレードっていうメーカーなんですね。でね、昔さ、ギターを、自分モデルのギターをね、作るなんていうのは全てのバンドマンの夢だったの。でね、その自分のモデル、俺だったらもうヨシケモデルみたいな、ストラトってさ、なんかこうメジャーデビューして売れて有名になって初めて楽器屋さんが作ってくれるみたいな感じだったのね。だけどね、ちょうど90年代ぐらいからコンポーネントギターっていう発想が出てきて、一部の楽器屋さんではね、オーダーするとこう、ギターを作ってくれるようになったんです。で、これは、その頃にあったブレードという、メーカーのギターで、当時のね、スタジオミュージシャンの人とか、アーティストの人とかいろいろ作って、ギターを作って、そこで作って、やってたんですけれども、これは、ヨシケンモデルということで、ヨシケンタロウモデルということで、今俺が使ってます。でね、このギターにたどり着くまでには結構ね、俺の先輩の話があるのよ。で、今日はその話をしたいと思うんだけどさ、まずね、俺がね、香川県の小豆島というところの出身っていうのを前も話したんだけど、田舎にいてこうバンドやっててさ、で、大概はバンドやってても、学園祭で演奏して、終わりみたいな感じな、普通はね。だけど俺はさ、なんかこうとにかくもっともっとこう音楽したい、もっとこういろんなところにやりたいなっていうのがあったんで、自分でやってたバンドでさ、お祭りとかさ、公民館で自主ライブ開いたりさ、いろいろやってたんだけど、ある時その俺たちよりも年上で、なんか大人のね、音楽をやってるサークルっていうか、音楽をやってるこう人たちの集まりがあるっていうのをね、そういう情報をね、どっからともなく聞いたんでね、会いに行ったんだよ。でね、そこにいた人たちは、俺よりも4つ5つ上の人が中心だったんだけれども、大阪の大学に行って軽音楽部にね、所属していて活動してて、でまた小豆島に帰ってきてる人とか、今現在名古屋とか大阪の軽音大学の軽音楽部に所属していて、で休みの時は帰ってきて、小豆島でいろいろ音楽活動をやってるっていうような人たちだったの。つまりさ、東京に行って歌手になりたいぞと思ってた俺からすると、もうぜひとも話を聞きたいような人たちだったの。だからね、仲間に入れてくれってことでね。で、一番最初にその人たちと会ったのは、なんか公民館みたいなところで、合同セッション会みたいにやったのね。でもみんなさ、結構こうロン毛でさ、もうなんかミュージシャンみたいな感じの人だったんだけど、その時にね、一人だけね、違う風貌の人がいたわけよ。で、やたらがたいが良くてさ、ちょっと髪の毛はこうなんかパーマが伸びたような、ちょっとこうボワボワっとしたような髪だったんだけれども、ちょっとこういかつい人がいたんですね。で、仮に、彼のことを、俺より年上だから先輩なんだけども、 S 君と呼びます。今日はね、 S 君ね、それが初めての出会いです。で、合同セッション会が終わって、飯食い行こうぜって。でね、俺たちまだ高校生だから車ないじゃん。で、その大人たちの車に乗っけてもらって飯を食いに行ったんだけど、俺はたまたまその S 君の黒いコスモに乗っけてもらったんだけどさ、もうめっちゃ飛ばすんよ。もうコーナーをこんなカットハンドルで、もうかっ飛んでいくようなね、めっちゃヤンキーっぽい、S 君だったわけなんですけども、案の定話をしたらね、結構ロックンロールとかさ、 A ちゃんとかそういうの好きでということで、どんどん打ち解けてね、ものすごく仲良くなったんですね。でさ、結構いろいろつるんでたりしたら、俺の学校の方の友達がさ、ねえねえよし、なんでさ S 君と一緒につるんでんだよって俺に言うわけよ。で、俺は別に音楽で、つるんでるから、なんでそんなこと聞くのみたいな感じなんだけど、 S 君はね、隣の高校の俺らより2つ上の
なんていうの、めちゃめちゃやばいやつ、もう一番強いこうヤンキー、まあ昔の言い方で言うと番長ですね、番を張ってるっていうね、隣の高校のさ、そういう人なのね。だから俺が行ってた高校の連中もみんなこう一目置いてる、そういう存在の人だったんだけど、こっちはさ音楽で出会ってるからあんま関係ないんだよね。でまあ相変わらずその S 君とは、交流を持ってたんですけども、ちょうど俺が3年生になった時に、俺はこれから東京に行ってプロになると、そこにはその時にね絶対こう自分のデモテープを持っていかなきゃいけないということで、自分が作った曲をね、カセットでこう録音してデモテープを取ろうと思ったんですね。でそのさっき話したそのサークルの、その地元の大人のサークルの人にバックバンドを頼んで、で録音した、うん、でその時には S 君はメンバーじゃなかったんだけど、その時に俺が録音した曲をね S 君に、なんか噂でそれが回って、でそれを聞いてくれたみたいなんだけどさ、下もなんか会いに来てくれてさ、お前めっちゃすごいな、お前絶対プロになるわ、まあ、頑張れよみたいな感じで、応援をしてくれまして、で俺は、まあ、東京に行ったわけです。で東京に来ていろいろやって、1年後ぐらいだったのかな、ある日電話がかかってきました、 S 君から。すごいよ、俺も東京に来たと、東京に来ちゃったと。え、 S 君だって仕事は、で S 君奥さん子供見たんで、どうしたの、どういうことよって聞いたらですね、いやもう吉井があのなんかロックに突っ走って、あのデモテープ聞いて、もうずっともう1年間もんもんしてたんだけど、俺も東京に行ってロックンローラーになるということで、いろいろ仕事とか片付けて東京に来たということで、S 君は東京に来たわけです。ね。で、まあ俺は俺でバンド活動して、S 君は S 君でバンド活動をしていたんですけども、まあ S 君はちょっとこう、ロックンロールをベースにしたギタリストだったので、ちょうど時代はですね、まあその、こう、ハードロックを経て、こうなんかこうギュインギュイン言わして早弾きするようなギターがちょうどこう世の中には流行っていた時期だったので、なかなかこうねいいメンバーともなかなか巡り会えなかったようならしいんですけども、 S 君ってもうさっきさ隣の学校の番を張ってたっていう話をしたぐらいに、もうめちゃめちゃこうパワフルなのよね。もう渋谷の街でなんかこう当時 の、 そのチーマーみたいなと喧嘩して もう全員ぶっ飛ばしちゃうぐらい、もうめちゃめちゃこうオラオラな感じなんだけど、その反面めちゃめちゃ繊細なのよ、これが不思議なことに。それでねギターをこう買 こうギターを買って、こうもうめちゃめちゃ手入れとかもすごいので、こうギターをこうものすごい大事にしてて、もう 0.1 ミリ何かがずれてるぐらいなので、もうこれはあかんって言うんで、こう楽器屋さんに行って直しに出すような感じの人だから、ギターをある日買ってももう毎週楽器屋さんにこうなんかここがおかしいぞみたいな通い詰めちゃってるような人だったんです。で、その S 君があるメーカーのギターを買った。でまた例のごとく毎週ここがおかしいからちょっとこれメーカーで直してくれみたいな感じで、言ってたら、そこの社長さんが、まあ、あまりにも それがしつこいので、分かったと、あなたねちょっと一回会いましょうって話になったんだって。でお会いしたのがこれを作ってるブレードという会社の社長さんだった。でその社長さんが、あの君ねってもう分かったよ、もうじゃあ君がもうそんなにこう細かくいろいろ言うんだったら、君の理想のギターを作ってあげるよっていうことで、結構破格でね、その S 君はギターを、ね、作ってもらって、その社長さんとの付き合いが始まったのね。で、S 君とにかくもうこうぶっ飛んで、もう振り幅も広い人なので、その社長のね紹介で、ギターをね音楽をこう学びに行くってことになったんですけども、当時ね宝田勇さんっていうギタリストがいたの。このブレードをちょうど使ってた人なんですけどね、そうだな、あのね浜田省吾のあのマネーって曲があるんだけど、もうこれのあのもうめっちゃテクニカルなギターソロとかあるんだけどさ、それを弾いてる人なんですけど、そこに S 君は弟子入りをして、
音楽を学ぶんですけど、つい最近まであんまりこう譜面とかわからないでってこうやって弾いてたのに、もう数ヶ月して会ったらさ、もう音楽理論とかバリバリなのね。もうジャズ理論とかバリバリで、もうめちゃめちゃ弾けるようになって、めちゃめちゃ上手になってて、すごいなと思ったんですけれども、まあそういうですね、とってもこう、まあ頼もしくも面白くも、頼れる、S 君だったわけなんですけども、すごくね、ありがたいことがその後起こりました。俺がですねメジャーデビューが決まったんですね。で、デビューに向けてのライブとか開始された時にですね、 S 君がそのブレードの社長さんをね連れて俺のライブに来てくれた。で終わった後俺を紹介してくれて、こいつがメジャーデビューをするので、あのエンドース契約っていうんですかね、今で言うと、モニター契約ね、要するにそこのそのカタログなんかに載っけてもらって、こうそのメーカーのギターを宣伝する代わりに、いろいろこうギターを提供してもらう、要するに俺モデルのギターを作ってもらうってことなんですけど、それにね、してやってくれっていうことをね、その社長さんに頼んでくれたんですね。でその社長さんもいいよみたいな感じだったんです。だけど俺もね結構こう変わった人間っていうか、なんかすごくこう不良なのか真面目なのか、なんかワイルドなのか繊細なのか真面目なのかわからない人間なので、その時ね、あのなんて言うんだろう、ギターをねそうやって提供してくれるのはすごく嬉しいんだけど、でもまだ弾いたこともない、触ったこともない、音も聞いたこともないギターを、その無料で提供してくれるからといって、そのモニター契約エンドース契約を結ぶのはなんか俺はちょっと卑怯なんじゃないかと思って、その時はまだねそのギターのことをよくわからないので、ちょっと辞退させてもらいますみたいなことをね、その時は言っちゃったんですね、うん、ところがねその、ギターメーカーの社長さん、その後もね何度もねライブに来てくれるようになりました。でたくさんお友達を連れて、ね、ワイワイとこうライブを見てくれるようになりました。でエース君と一緒の時もあるし、そうじゃない時もあったんですね。で、いつもこうライブを見に来てくれていたんですけども、ある時です、ちょうど俺がもう吉見になる頃かな、エース君から電話があって、その社長が、もうこのギターのこの会社を辞めると、多分ねだあの別の方に譲るっていうことだったと思うんですね、なので最後に、一本作ってみてはどうかというふうなことをね、その社長が言ってるよっていうことで電話をくれたんですね。でまあ俺もその、S 君のブレードのギターとか触らせてもらったりもしたので、じゃあですねありがたい話だからぜひお願いしますということで、その時にね、あの数万円でいいと、数万円でいいから、お前の好きなギター好きなように作ってやるっていうふうにね言ってもらったのね、うん、でじゃあね、お願いしたいということで、お願いすることになりました。ところがねその頃まだ俺はこのギターの材とかに関してはまだ今ほど詳しくなかったんです。なので実はこのギターは俺の要望を聞いて S 君がプロデュースしてくれたんです。で今になってね俺もいろいろいろんなことが分かるようになったんですけどもね、このザイスワンプアッシュって言うんですけど、今あんまりもう手に入らない軽いアッシュのザイなんですね。それでこっちのギターのここもこうスパーゼルっていうこうロックがついてたり、ブーストのミニスイッチがついてて、リアにトーンが効いたり、ちょっと、まあ、もしかしたらギター知らない人は何言ってるか分かんないかもしれないけど、今の最先端のフェンダーのテクニカルがですねもうすでにこの頃から乗っかってるんですよね。すごくいいギターを作ってもらったななんて、思ってると同時に、その S 君のね、さあすごいすごいこう俺のことを思ってね、やってくれたその友情にね、もう今更ながらですけどね、いや今までも感謝してなかったわけじゃないんだけど、今ねやっぱ改めてね、ありがたかったななんてね、思っています。で、そういうふうにねこの、
手に入れたこのギターなんですけどね、特にまた最近ライブで、よく使ってるので、俺のライブ映像もぜひ見てほしいと思います。でもね、なんだろう、 S 君と俺もあんなに一緒につるんでいたけれどもさ、人間ってさ、こう友達だからまあいつでも連絡取れるやって思いながらも、やっぱ人生ってこうめちゃめちゃ頑張らなあかん時期があるじゃん。こうもう命がけでギャーっとなんかこうやんなきゃいけない時期があって、多分俺もあったし S 君も多分あったんじゃないかと思います。もうそうだね、ずいぶん会ってないね。最後に会ったのは2001年ぐらいだから、もう20年会ってないね。またね、どこかでね S 君にも出会いたいなと、思っています。今日はそんなヨシケンのこのギターが俺の手元に来た、お話でした。チャンネル登録といいねも待ってます。それじゃあまた、ヨシケンでした。ついた顔のプリテンダー、弱虫だらけ自分で知ってた。でもヒリヒリしてたんだ、愛されたくて君を困らせた。18歳の俺はギターを抱えて届かない空さえ飛べると思ってた。でも翼なんてない、見上げることさえ叶わない。日々にも君がいてくれた、あの空って。